仙台メディアテイクは、宮城県仙台市青葉区にある、公共施設である。定前寺通り沿いにある。仙台市民図書館、イベントスペース、ギャラリー、スタジオなどからなる。2001年1月に開館した。特殊な構造の建築物であり、建築家の伊藤富夫の代表作品の一つでもある。2019年7月現在の館長は、和志田誠一。 メディアテークはフランス語のメディエーテックに由来し、メディアを収める棚あるいは、視聴覚資料室を意味している。様々なメディアによる情報を収集、保管し、それらを市民に提供すること、また、美術や映像に関わる文化活動の場となることを目的として、仙台メディアテークは設置された。書籍に加えて、ビデオテープや DVD、CD や、 CD ロムなどのメディアがここに収集、保管されている。それを来館者へ提供する、図書館機能などのほか、Web ページでの提供や、視聴覚障害者に対する、バリアフリー事業なども行われている。メディアテイクは、仙台市教育委員会が管轄する施設であるが、指定管理者制度により、仙台市市民文化事業団がここの管理を呼び、運営を担っている。 仙台メディアテイクの建設は、1989年に宮城県芸術協会によって行われた大型ギャラリー中心の美術館建設の陳情を短所とする。1992年に新市民ギャラリーを建設する方針が決定し、さらに新市民ギャラリーに仙台市民図書館を併設することになり、1993年に建設検討委員会から、 仙台市長、石井徹に建設基本構想が提出された。建設場所は、仙台市営バス、定前寺通り車庫の跡地、及び仙台観光株式会社から買い取った、隣接地のパチンコタイガー、春日町店の跡地が選ばれた。この建築設計協議の際、審査委員長に任命された、磯崎信より、単なる図書館とギャラリーの複合体だけではなく、 本のみならず、映像や音楽など、あらゆるメディアの収蔵、閲覧、鑑賞ができる、メディアテイクにするという提案がなされた。設計協議の結果、1995年に、伊藤富夫が最優秀者として選ばれた。仙台メディアテイクの建設は1997年12月に、始まった。この工事は2000年8月に竣工し、9月に、 旧来の仙台市民ギャラリーと仙台市市長各教材センター仙台市民図書館が閉鎖された。そして2001年1月に仙台市民図書館を含めて仙台メディアテークは開館した。中部と床からなる仙台メディアテークの構造仙台メディアテークは建築物として高い評価を受けている。伊藤富夫の代表作となっているこの建築は 6枚の床と揺れる階層のような形状の13本のチューブと呼ばれる鉄骨独立シャフトのみの単純な構造によって地下2階、地上7階の空間のすべてが作られている。これは柱によって建てられる旧来の日本家屋と建築思想が同じであるが、針はない。このチューブは床を貫通し、設備系統、エレベーターや階段、屋上からの採光や、 通風設備として機能している。また、全面がガラス張りであり、支柱のスケルトン構造が外から直接見ることができ、一方、中からも欅並木の定前寺通りを見渡せ、中と外との一体感がある。工事については、三次元局面の加工技術を持つ、気仙沼市の高橋工業が担当した。現代のビルディング構造は、その多くが、 ラーメン構造という柱と量からなる構造形式によって構成されている。これは20世紀にルートビヒミス・ファンデルローエによって提示された均質な柱と量の構造体からなる建物内にあらゆる機能を内包することができるというユニバーサルスペースの概念とルコルビュージエによって提示された柱と床、階段という建築にとって 必要最低限の構成要素にまで構造形式を還元にするドミノシステムの概念との延長上にある構造形式である。伊藤富夫はこうしたラーメン構造の建築の均質性を打破する新しい建築のあり方を提示した。通常のラーメン構造ではできるだけ等間隔に建てられる四角い柱をスパイラルを描くたくさんの細い鉄柱に分解することで スケスケの柱の内部を作り出し、それらをできるだけ不規則に配置することで不均質な場としての内部空間を計画した。これは近代建築、ルコルビュージェ、ドミノシステムを乗り越える試みであり、柱の概念を解体する挑戦とも受け取れる。世界の第一線級の建築家は近代建築に対する 批判的思考を経て新しい建築形式を生み出そうと試みているが、仙台メディアテイクで実現した新しい建築のスタイルは、そうした伊藤自身の発想もさることながら、コンピュータにより複雑な立体物の構造計算が可能になった現代だからこそ生まれた形でもあった。伊藤はこの作品以後、冒険的な構造の建築を積極的に試みるようになった。 このような構造とデザインの優秀さのため、建築関係者をはじめとして、世界からカメラ片手に訪れる人をこの建物周辺で見ることができる。フランスのルモンデュ市において、伊藤富夫の仙台メディアテークで有名な仙台と記述された例もあり、海外では仙台メディアテークが仙台の顔の一つともなっている。また、建築物としての美しさからメディアテークは、 仙台のファッション誌やテレビ番組、映画などのロケ地となることもある。この建築物は次の賞を受賞している。3階の仙台市民図書館1階はプラザと呼ばれる公開空地である。東側にカフェやミュージアムショップがある。中央にあるオープンスクエアはイベント空間であり、移動壁やスクリーンを備え、上映会や展示会。 演奏会ができるようになっている。仙台港のページェントや、定前デラストリートジャズフェスティバルイン仙台の際には、ここで関連イベントが開かれる。2階は、映像音響ライブラリーで、DVD や VHS、CD などの映像音響資料約1万1000が、ここに収蔵されている。また、仙台市民図書館の自動書、新着新聞及び雑誌はここで閲覧できるように、 なっている。3階と4階は仙台市民図書館の区画である。2階の児童書を含めて、ここに収蔵されている図書資料は約50万冊である。5階と6階はギャラリーである。5階は固定壁で仕切られた空間であるのに対して、6階の空間には固定壁がない。7階には施設の貸し出しに関わる受付カウンターや、 3月11日を忘れないためにセンターをはじめとする市民活動の拠点であるスタジオやラウンジや録音室、映画上映に対応したスタジオシアターなどがある。地下1階は有料駐車場及び市民図書館の書庫で、地下2階は備品や機材の収蔵庫並びに図書館の書庫である。また館外に駐輪場がある。仙台市に提出された。 指定管理者評価シートに記載されているデータでは、年間の施設化手出し利用者数は公表されているものの、利用者全体の数は不明である。最寄り駅は、仙台市地下鉄南北線の高等大公園駅で、仙台メディアテイクとは450メートルほどの距離で、ある。それより離れるが、仙台市地下鉄東西線の大町西公園駅、及び青葉通り、 一番町駅もメディアテイクの徒歩圏である。また、仙台市営バスのバス停留所、メディアテイク前があり、仙台駅のバス乗り場方面からは、定前寺通り市役所前経由交通局、大学病院行きのバスがここに止まる。観光用路線バスのループル仙台もここに止まるが、市内の観光地を時計回りに1時間かけて巡るため、仙台駅前からだと時間がかかる。 高速道路の最寄りインターチェンジは、東北自動車道の仙台宮城インターチェンジである。ありがとうございます。